春別ダム。春別ダムは、北海道日高郡新日高町、二級河川、静内川水系春別川に建設されたダムである。北海道電力が管理を行う発電用ダムで、高さ27メートルの重力式、コンクリートダム。静内川をはじめにイーカップ川、猿川、無川といった日高、イブリ、上川にまたがる四水系を利用する、大規模電源開発計画。 日高電源一貫開発計画に基づき、建設されたダムで、静内川水系と猿川、ニーカップ川水系を結ぶ、導水路の中継地として、重要な役割を持ち、合わせて春別発電所による水力発電を目的とする。ダムによって形成された人造湖は、春別調整地と呼ばれている。春別川は、静内川水系の中では、最大の支流である。 日高山脈を形成する山の一つ、標高1799メートルのなめわっか、学南緑を水源として謙遜な峡谷を形成しながら、南西に流れ、井戸ンナップ川を合流すると南に向きを変え、そのまま南流して静内川に合流する。静内川との合流地点は、両河川が合流することから、草川という地名が付けられ、合流点直上流の静内川に建設された。 草川ダムの名称にもなっている。ダムは、イドンナップ川との合流点直下流に建設された。ダム名は、河川名である、春別の名が付けられた。アイヌ語で、西を意味する、シュム、スムと、川を意味する、ベッ、ペットが合わさり、シュンベッ、サンピットとなり、それが生まって、現在の読みになったと考えられている。ただし同じ西を意味する、アイヌ語としては恋、コっぽく コイプックという語もある。シュムについては主に中流部で二股に分かれる河川に付けられ、コイポクについては上流部で二股に分かれる河川に付けられるようであるが、正確なところは不明とされている。ちなみに、東を意味するアイヌ語は、中流部ではメナシ、メイニス、上流部ではコイカ、コエカという語であり、東の沢ダムが建設されたコイカクシュシビチャリ川は、東を通る染めた しべちゃり川の意味である。なお、ダムが建設された当時の町名は、静内郡静内町であったが、平成の大合併の折に隣接する三石郡、三石町と、配置文豪という形で合併し、現在の新日高町になっている。1951年、昭和26年、日本初送電が電気事業再編成令によって旧電力会社に分割、 民営化され、北海道には発電、送電、配電を一括して行う北海道電力が誕生した。だが、北海道電力は他の電力会社に比較して経営基盤が弱く、これを安定させるための電力開発が早急に求められていた。一方、北海道開発庁設置に伴い、北海道では北海道総合開発計画がスターし、 北海道を日本の生産基地とすべく多角的な地域開発が計画された。北海道総合開発計画を円滑に遂行する上で基本的なインフラストラクチャーである電力の供給は重要な課題であったが、当時の北海道は本州に比べて水力、火力発電の開発は進んでいなかった。北海道電力は北海道総合開発の観点及び 自社経営基盤強化の観点から、当時日本各地で盛んに実施されていた大規模広域水力発電事業を計画。その公的地として、日高山脈を水源とする向川、猿川、ニーカップ川、静内川の四水系に着目した。これらの河川上流部は、謙遜な峡谷を形成し落差が大きく、加えて年平均降水量が2000ミリにも達するたう地帯であり、 水力発電を行う、好条件である豊富な水量、急流、高落差の三拍子が揃っていたためである。各水系単独の開発では十分な電力は、生み出せないが、四水系の間をトンネルで結んで水を融通することで効率の良い、水力発電が行えることから、日高振興局、胆振総合振興局、上川総合振興局の振興局にまたがる、広域、 大規模な河川開発による電力開発計画が1952年、昭和27年により構想された。これが日高電源一貫開発計画であり、1956年、昭和31年の岩地市ダムと岩地市発電所、猿川建設から本格的な事業に着手した。まず、向川と猿川の開発を行い、 続いて猿川からニーカップ川への導水トンネルによる発電所建設。さらに、ニーカップ川から静内川への導水トンネルによる発電所建設という順序で開発が進められた。その中で猿川とニーカップ川の水を静内川に計画していた静内ダムへ導水する計画が1959年、昭和34年より開始されたが、 ニーカップ側から静内側のダム地点へ直接、導水するのはトンネルが長大すぎて不隅であることから、両地点を結ぶ中間ポイントとして春別側にダムを建設し、発電を行ってから静内側へ導水する計画が定められた。この目的に沿って計画されたのが春別ダムであり、1960年、昭和35年より計画に着手し、翌1961年、 昭和36年よりダム、発電所が着工された。春別ダムと春別発電所の建設にあたっては、地質問題が建設に際して大きな課題となっていた。春別川流域は本計画の中でも屈指の謙遜な峡谷であり、現在でも春別ダムより上流は人石未踏に等しい地である。1952年より静内川、水系、 ニーカップが水系の地質、流量などを測量するために設置された、静内調査所はメンバーが主に20歳代の若い、社員で構成れていたが、春別川流域の探索は、断崖と激流に阻まれて難航し、測量班の作業員が滝つぼに転落して、死亡するという事故も発生した。またヒグマの徘徊やまだに、ブユの襲来、豪雪、玄関といった自然の猛威にさらされながらも、 ダムと発電所の基礎調査は終了した。ダム、発電所工事も、難工事の連続であった。ダム本体工事において特に関係者を悩ませたのは、洪水である。水力発電に適する河川は裏を返すと、暴れ川であり、集中豪雨や、春季の融雪による、洪水被害は、一切ではなく、本計画の中核事業の一つだった高圏ダム、静内川が、 治水目的を加えた多目的ダムへと事業を変更する理由にもなった。春別ダムの倍3度に及ぶ大洪水が現場を襲ったが特にひどかったのが1962年昭和37年4月の融雪洪水であった。この洪水では融雪に加えて低気圧による集中豪雨が加わり春別側は過去最の出水量となりダム建設の際に本体に 水が来ないよう河川をせき止める仮締め切りダムが洪水によって破壊され、ダム本体が水没した。このままでは工事の続行は不可であり仮締め切りダムの再建が必要だが、通常の広報では完成時期が1年以上遅延する。このため事務を含めた全従事者が仮締め切りダム再建の特管工事に従事し、短時間で再建にこぎつけた。 また、ニーカップ側から春別側を結ぶ導水トンネルも南高寺であった。アルプス山脈やアンデス山脈などと同時期に形成された日高山脈は日高増山運動によって形成されたが、トンネル建設地点は特に、作り山運動の影響を受け、方々で終局や症状運動による複雑な地層となっており、これに春別断層という断層が存在するため、地質が脆かった。 こうした脆弱な地質に全長4096メートルの長大なトンネルを建設することになったが、度重なる崩落や鉄砲水により、トンネル横行が重機ごと埋没するなど、ダム工事に引けを取らぬ難工事となった。さらに作業員宿舎が、ストーブの火の不始末で全焼し、工事が中断。これを嫌がった、トンネル作業員が集団で離散し人手不足になるなど、 ローム面でも困難に直面した。様々な困難が立て続けに襲いかかったが、最新の工法を導入した工事の実施や現場が一致団結して難工事を克服したこともあって、最終的には予定された工期より2ヶ月短縮して1963年昭和3810月3日、ダムが完成して春別発電所は営業運転を開始した。だがこれら難工事により、 6名が、労働災害により殉職している。ダムに付設する春別発電所は、出力 27000kW のダム水路式、発電所である。完成以後無人による運転が行われ、静内川水系に建設された他の発電所群と共に、遠隔操作による統合管理が行われている。春別ダムと春別発電所は、猿川、水系、 ニーカップ川水系と静内川水系を結ぶ中間地点に建設され、両水系を連携させる大動脈的な役割を持つ本計画でも重要な施設である。漁水の流れとしては、まず、猿川水系のパンケヌシ川や、北イタイぬかびら川など4河川で集められた水が、奥ニーカップダム、ニーカップ川で取水された水と合わさり、トンネルを通して、 奥ニーカップ発電所に導水される。発電所で発電された後ニーカップ側に放流され、ニーカップ発電所と、下ニーカップ発電所で発電された後、岩清水ダム、ニーカップ側の人造湖である岩清水調整地において、水され、サイドトンネルで、春別ダムの人造湖である春別調整地に送られる。ダムからは、複数のルートで静内側に導水される。一つは、 下流の春別発電所に全長8413メートルのトンネルで送水、発電された後4カ所目のトンネルで、静内ダムに送られ、静内発電所において発電される。もう一つは春別調整地の取水口から全長8439メートルのトンネルを通じて、高献ダムの人造庫である高献庫に導水され、高献発電所において発電される。春別ダムは、 複数の水力発電所で使用された水を一箇所に集約し、複数の水力発電所へ導水して一滴でも、多くの火水を有効利用させ、かつ2万7千キロワットの電力を生み出す役割を有している。春別ダムを川下りに静内川水系の水力、発電開発は進められ、1966年、昭和41年静内ダム、静内発電所が、 1979年、昭和54年には、総川ダム、総川発電所と、静内発電所増設が、1983年、昭和58年には、高献ダム、高献発電所が完成。1987年、昭和62年に、東の沢ダム、東の沢発電所が完成するに及んで終了した。春別では春別ダム、発電所建設と、 同時期、最上流部に、奥春別ダム、奥春別発電所計画が進められていた。これは高さ45メートル、総貯水容量が約152万立方メートルの貯水池を設けて、出力1万7000キロワットの発電を行うという計画であった。だが、計画予定地は断崖絶壁で、道路建設の目ども立てられず、 崩落も激しいため着手は後回しとなり、その後の電力需要の変化などもあって、事実上立ち消えとなった。また、春別調整地は、上流からの土砂崩落によって、大差の進行が激しく、大差率89.2%と日本で5番目に大差が多いダムとなっている。春別ダム周辺は、人家などが全く存在せず、原生林に覆われた地である。 ダムと発電所が無人管理であるため定期的に巡察する北海道電力職員のほかは経流釣りに訪れる釣り客程度しかおらず人席もまばらであるダム発電所は立ち入り禁止となっている春別ダムへは国道235号または JR 日高本線静内駅より車で北海道道71号平取西内線経由で 北海道道111号静内中札内線を北上し、ソーカーダム手前の春別川橋梁手前で林道へ左折し、北上すると到着する。ただし林道は未舗装で落石や崩落でつぶてが転がる悪路となっており、四輪駆動車でない、限りは通行は避けた方が無難である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。